はい。はい。エミューいこう。エミューの餌やりと、水やりと、小松菜をあげていきましょう。エミューの話しがいが近い。あ、来た。いない。なんかそう。後ろからドロップキックお見舞いされないかな。え、大丈夫じゃん。ほら、さっちゃんも食べます。いいぞ。わかんねえ、怖え。こうした、うん、こっちはなんで鳴かないんだろうね。超怖いよ。刺さる。噛まれても大丈夫なのかな、うん、実は歯がありますこと。何でしょうか。ね、うん、思わず立ち上がると思っちゃう。うん、パクちゃんちょっとまだ怖い。泣くし。あ、皆さん見てくださいよ。見て、これ怖くない？恐竜じゃん。ネズミ先輩じゃん。はい、怖い。生態に詳しい方いたら、この鳴き声はどういう意味なのか調べてみようと思ってるんですけど。あ、そうだ。はいはい。エミューのお姉さんにコメントするのはどうかな。あー、エミュー、どういうコメントだろう。エミューってどういう時に泣くんですかね。ね、そうだね。いいかもしれない。お前も長靴を包むんだ。自分の毛をむしり出す。エミューはね、うん、オスしか卵を温めないらしいよ。あ、そうなんだ。実はだけ。毛をむしる、むしる。ようですね。すごい、タクちゃんの足元に毛が散らばって、毛というか羽が散らばってる。ケツが痒かったら届くのかな。届くかな。届かなそう。地面に擦るのかな。それともお互いに頼むっつって。隣に。
よっ。おいで。おいで。そう、赤ちゃんは目線を合わすといいらしい。人間のね。どうも。もうちょっと日当たりのいいとこにいてください。サムネにしよう。ここ。はい。いつでも怒ってない？ミツキだもん。はい、ということで、はい、エミューの世話でした。はい。